と髪下ろすとこんな感じですね。合わない。Hey guys! How's it going?こんにちは、イラちゃんです。もうここ最近すっぴんを晒しちゃっているので、もう見慣れてるかもしれないですけど、今日もね、すっぴんです。メガネしてないけど、あれよ、カラコンも入れてないよ。そう、本当に何もしてない、ドすっぴんでございます。すっぴんに見せて、なんかいろんなことやってるっていうかもしれないけど、私の場合は本当マジすっぴんだからね、もう目も当てられない感じですけど、はい。今日はですね、このすっぴんからですね、多分サムネはもうメイクした後の画像が出てるかもしれないんですけど、うまくいけばね、うまくいけば、まあ失敗してもそのままいくよ。今日はね、ちょっと今までチャレンジしたことない色にチャレンジしてみようかなと思ってます。ちょっとね、今日はいつもと違う感じのメイクをしていきたいと思います。今日はね、ちょっとね、ブルー系のアイシャドウを買ってきたんで、それをね、こう使って、なんていうのかな、外人さん風っていうんですか、すごいがっつりアイラインとアイシャドウが入ってるような、ああいうメイクをね、ちょっと今日チャレンジしてみようかなと思ってます。今日はね、ドンキでね、アイシャドウを1個買ってきました。あとね、終わっちゃってたメイベリンのラッシュミスタもね、買ってきました。で、今日買ってきたのはケイトの、なんだろう、これスモーキーラウンドアイズっていう、そのね、しかも青を買ってきてみました。私初めてだよ、ぶん殴られたようなハサミみたいになっちゃったらどうしようかなってちょっと心配してるんだけどね。普段は CC クリーム使ってるんですけど、今日はですね、 BB クリームでやっていきたいと思います。なんでかっていうと、 CC クリームだと多分ね、下のね、このなんていうのかな、私の肌の色がしっかり出ちゃう、マットに仕上げたくてもマットに仕上げられないような気がするんで、まず一旦ね、この BB クリームでワントーンにしちゃおうかなって思ってます。いつもと違うメイクをするっていうのはね、私にとってはすごいチャレンジなんだよね。とりあえず BB クリームが全部塗れたんだけど、だいたいこの辺がね、シャドウが入ってるんですよ。でも私ね、今日ね、シャドウ買ってくるの忘れちゃったし、外今ね、すごい土砂降りなんだよね。だからちょっとシャドウがないので、いつもはね、オークル20使ってるんですけど、これね、オークル30のファンデーションがあるんで、ここでね、この辺だけちょっと色を変えて、こうシャドウっぽくしてみようかなと思います。こういう時にね、しっかりそういうものがあるといいんだけど、今日はないので、そう、ここら辺をね、こうちょっとこんな風にして色を変えて見ようかなと思います。ここはちょっと影みたいになってきます。そしたらね、全体を、いつものファンデーションで塗っていこうかなと思います。はい、そしたらね、今度は眉毛を描いていきたいと思います。眉毛この色でいいかな、もうちょっと違う色にしとけばよかったかな。眉毛はね、今日はこういう眉毛にしとこうと思います。こういう眉毛、結構今回は下に下げてるつもりなんだけどね、普段はこうまっすぐなんだけど、こんだけ下げてるんで、ちょっと今回は色濃いめにいきます。色濃いめにね、なんで普段は真ん中の色を使ってるんですけど、じゃなくて今日はちょっと濃い色をもう混ぜつつ、全体をね、また少し眉を太くはっきりさせていこうと思います。今度はどうしようかな、そしたらアイラインを少しがっつりこういうゾワーっていう感じのね、アイラインにしてみようかなと思います。こっち側はしぼまってて、こっち側もしぼまってて、この辺だけがグワーって広いみたいな、そんな私イメージなんだよね。このね、眉尻に向かってアイラインをこう引っ張
立ってくるような感じかな。こんな感じかな。とりあえずちょっとがっつりアイライナー引いてみたんだけど、あと目頭切開じゃないけど、ここにね切開ラインを入れてった方がいいのかな。何これ、あとりあえず目、なんかどこのどなたですかって感じなんだけど、とりあえず切開ラインを入れてみました。なんか面白いね、切開ライン入れるとこんなに変わるんだね、表情が。ほー、そしたらどうしようかな、青系のアイシャドウ今度入れていきますかね。何これ、どうしよう、こっからどうやって修正していこうかな。よし、じゃあとりあえず修正できるだけ修正してみよう。ここら辺ちょっと茶色系の、普段使わないこのなんだっけ、ドラマティックムードアイズっていうね、この茶色だったかな、 BR354 ってやつちょっと使ってみたんですけど、あとはここら辺がっつり濃くするのに、これでいけるかな、この筆で赤っぽくなっちゃうかな、これでこのねこいつのこの色使っていこうかなと思います。ケイト発色がすごいな、脇味とかと違って。あとはリップが赤々としてる人が多いから、リップをちょっとめっちゃ赤くしてみようかな。前にね買ったチフレのね、なんだろうこれ、578っていうね、これすごい真っ赤だよね、私こんな赤使わないんだけど、これをねちょっと塗ってって、これはねどんなメイクをしてもね忘れちゃいけない、私のほくろ。これでコンタクトを入れたら若干変わる？変わんない？できた、じゃあできた。あと髪下ろして、ちょっと髪下ろすとこんな感じですね。合わない、合わない、自分に合うメイクって難しいよね。そう、このさ、ちょっとこのさリップがさ、し慣れないんだけど、なんかもうベラベロの しか見えないんだけど、ちょっとここだけちょっと落として色変えてみていいかな。こんな感じでどうかな、いつものシャネルのリップにしてみたんだけど、なんかちょっと自然かな、ちょっと赤いの私合わないみたいね。一応ね普段とはメイクの仕方を変えてるので、ちょっとどうかな、まあ青系は血はやっぱり合わないんかな、肌がねそんなに白くないんで青系はちょっと合わないかもしれないし、しかもこの何眉毛このタイプはどうなん、微妙な感じにしか見えないんだけど、とりあえず赤リップは合わないっていうのがすごくよく分かったんで、はい、というわけですね、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。グッドボタンとかね押してもらえると私が喜びます。チャンネル登録してもらえると嬉しいな。 Alright, I hope you guys enjoyed this video, and if you did, please like the video, please share the video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye! ではでは次の動画も見てねー。